はい、どうもこんにちは。動体視力研究家の石力道太と申します。本日はですね、こちら The First シャープ 1-2 二次審査東京編を見たいと思います。ね、先週 The First 初めて見させていただきまして、本当にすごくもう興味深くて、でちょっと曲のリアクションとかもねしたいんですけど、ちょっと時間的にどっちかって形になりそうだったんですけど、ちょっとザ・ファーストの方を優先したくなりまして、これからちょっとザ・ファーストの方を優先しながら、まあたまにはね曲のリアクションも上げていけたらなと思っておりますんで、今日は、ザ・ファーストのシャープ 1-2 2作目というか2本目見ていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、ということで早速見ていきたいんですけれども、皆さんちょっと音割りで見てほしいっていうのがあったんで、一回今日はイヤホンなしで見てみて、ちょっと音入るようにね。で、それで出せたら、ちょっとそれ出してみたいと思いますんで、皆さんご了承くださいということで。ではね、早速見ていきたいと思います。3、2、1。このオープニングいいですよね。もう、あ、見れるっていうワクワク感が。いや、本当にね、1話見て引き込まれましたもんね。そのスカイハイさんの熱い思いだったりとか、もうね、すごい才能、13歳の方とかね、すごい才能が集まっててね、どんどん見ていきたいですよね。お、始まる。だからあれですね、この前は一次審査で、次東京二次審査ってことで、あ、そうですよね、直接会えるってやつですよね。緊張がすごいよね。緊張するんだ。確かに。上京してきて、なんかバイトしながら今頑張ってますみたいな子がめちゃくちゃいっぱいいるじゃん。はいはい。なんか人生の一部に触れてしまうと結構なプレッシャーが。まあでもやっと生で見れるな。そうですよ。どうだろう、これどれぐらい音聞こえてるのかな、ちょっとわからないんで、すいません。ちょっと今日は試しでこれでやってみてね、その都度ちょっと出すたびに進歩していけたらと思ってます。ゴールデンエイジ、13歳とか14歳とかの子たちですかね。あ、また13歳けど前の方とは違う方ですね。中学1年生。緊張するな。すごい。13歳でこんなこと言えますか。おお。いいな、声いいですね。だって13歳なんか声変わりしたかしないかぐらいのねところですよね。いやですよね。あー、そうなんだ。やっぱりすごいですね。いや、なんかスカイハイさんのそのね、なんて言うんでしょう、歌とかの審査を見た後のねコメントもすごい素晴らしいですよね。
やっぱりその第一線でやられてる方だからね、的確でしょうし、やっぱりこういうのを聞けたら皆さん嬉しいですよね。オーディション来た側もね、合格不合格に関わらずね、また13歳、子供こうやって見たら子供ですよね、まだかわいいかわいい、かっこいい。いや、13歳のファッション選手じゃないな。すごっ、かっこよ。いや、フリースタイルもできるんだ、すごいですね。うわ、かっこよい、すごい。うわ、うりゃ、かっこいいな。うわすっごい、13歳の表現力じゃないでしょう。うわ、かっこいいな。おいすごいですよね。いや、けどスカイハイさんのこのね、見方もやっぱり踊ってたり歌ってる人もテンション上がりますよね。なんか雰囲気作りがすごい上手いですよね。うわ、すごい、すごいな。うわぁ13歳、しかもなんか4年生の時に作ったって言ってましたよね。すごいな、すごいですね。かっこいい。しかも歌詞もいいのに、やっぱりなんかね、いや、すごい、うん、すごい。しかもその中にもちょっとね、覚えやすい歌詞とかフローの感じも含まれてる感じが、これをこの年でできるってすごいですよね。やっぱり13歳の頃なんてね、終わったら可愛いですよね。もうやってる時はただかっこいいんですけど。お、19歳、この方もしかしたらメンバーの方じゃない。まあ、そんなにそういうのは詮索せずに見ていきたいなと思いますけど。かっこいいな、イケメンだな。やっぱけど13歳見た後だとすごいね、19歳でも大人っぽく見えますね。まだまだ19歳って年で考えたらね、大人にはなりきってない感じだとは思うんですけど。おぉ、僕ファーストの歌だ。
ですね。なんか緊張とかがあんまりなさそう、ないことはないと思うんですけど、歌も走ってない、落ち着いて歌ってる感じしますよね。慣れてんのかな。うわ、ダンスもかっこいいな。うわ、やっぱ素人はね、ああいうちょっと派手な動きにかっこいいなってなりますよね。多分プロの方とかだとね、またそのちっちゃい動きの中の繊細さとかもね見えるんでしょうけど、僕らはやっぱりねちょっと派手な動きに興奮しちゃいますよね。素晴らしい歌ですよね。そんなわかるんだ。すごいな、やっぱり。このコメント、スカイハイさんのコメント力がすごすぎて。いや、いいですよね。スカイハイさんのコメント、すごいな。なんか、嬉しいですね。やっぱりこうやってコメントもらえたら、緊張がやっぱり、和らぐっていうのもありますし、本当に受けてよかったなって絶対思いますもんね。でもそれはなんか、いい意味で背中を押してくれて、自分が思ったよりパフォーマンスができたと思います。おー、素晴らしい。共演経験すごっ。そうなんだ、16歳なんだこの人も。すいません、ちょっとご飯が炊けた音が。いやけど16歳に見えない大人っぽいですね。いやー、いいですね。いや、素晴らしいな。うわすごっ。うわすごいな。すっごいダンス。うわ、表情も色っぽくて、なんか止まるのと動くのとの、なんかすごいですね。緩急と言いますか、メリハリと言いますか。うわー、あ、かっこいい。うわ、すごい。すごいな、ダンス。すごくないですか。なんか、どうなんだろうな、プロ目線的には。でも、素人目から見たら、なんかちょっと、さっきの人たちも、それはもちろん、うまいんですけど、ちょっと頭一つ抜けてるような、見えますけどね。一番の持ち味っていうのはすごい、ステージに立つ人間としてすごい才能だと思うので、いやー、ありがとうございます。なんかリュウタ君的にどういうアーティストになりたいってみたいなのってありますか？前に出る人、フロートマンでやりたくて、見てる人を楽しく生きるような人になりたいと思って。いいですね。ダンスは
せるみたいな方法の才能だと思うので、いや嬉しいですね、これは。今の見て教員経験あるからちょっとひいきしてんじゃないかって思う方いるんかな。全然僕はそういう風にその前のスカイハイさんのコメント見なくても思いませんでしたけど、名前すごいですね。大山天、かっこいいな。そうなんだ。そうなんだ。あ、この人も、すごい実力者だらけだ。スカイハイさんのソロってこんな感じなんだ。本当申し訳ないんですけど、僕は見たことがないのでね、それもちょっとね、いつか見てみたいですよね。本人の前で本人の歌うって緊張しますね、絶対。わあ、いいなあ、けど。うわ。すごい、パントマイムみたいな。うわーすごいな。うわー、なんか軸みたいなものがしっかりしてる感じがしますね。なんかブレがなさすぎて、うわすげえ、うわすごいな。かっこいい。素晴らしいね。衝撃的です。当然動画を送ってくれてるから、以前のラップも聞いてるし、ダンスに関しては一緒にビデオ出てるわけだから見たことがあるけれど、その頃の段階はすごくこうパワフルに正確なダンスを踊るって感じだったけど、今日はすごくラップのダンスも抜いたところがものすごいかっこよかった。あ、やっぱりそういうのやっぱり分かるんだな、精度みたいなね。ラップに関してはなんですけど、結構奥に入ることが多くて、自分の声が、はい、口を閉じちゃうと、はい、言葉が消えちゃう、あまり口を閉じないようにしたりとか、ずっと疲れてる、そこをなんか息まじりにしたりとか、あ、いやーすごいですね。すごいな。すっごいな。すごいな、やっぱプロはこんなことだもう分かるんだ。すごい。いや、アドバイスがすごすぎて。おわーい。また怒られるやつだよ。怒られたんかな、これも。まあ、同じような世代で、同じような夢を持って、同じ場所に集まっているっていう環境は、爆発的な成長が生まれ得る場所でもあるので、やっぱり未経験のこれも、可能性が少しでもあるのならば、みたいなと思っています。まあ、
ダンス未経験とか歌未経験とか、うんうん、そういう子も三次審査には多くはないけど残ると思います。そうなんですね。あ、これこの方、あれ違うか。そうですね、習ったことは特にないです。なるほど。あれ先この前出た人似てるけど違うのか。あ、違うか。あ、違うな、こうやって見たらちゃんと1話に出てた方かと思いました。いやー、いいなー、応援したくはなりますよね。いや、緊張してましたよね、絶対。声綺麗だな。そうなんだ。ある程度あれなんだ、課題曲的なのがあったんだ。あ、だからちょこちょこかぶってたりとかしたんだ。いや、ほんと憧れてるね、方にあんなアドバイスコメントもらえたら非常に嬉しいですよね。いや、そうですよ、絶対。おっ、おっ、うわ、すっごいみんな。あ、ちょっとずつね、メンバーさん分かるようになってきてしまってるんですよね、正直。名前とかはまだあんまり一致してないですけど。あ、終わりか、もう。早いなぁ、20分しかないのか、2話。はい、ということで、ちょっとこの後感想言っていきたいと思います。ピーポーインサイド。はい、ということで、ありがとうございました。いやー、やっぱいいですね。いや、まあ何回もね、動画の時に、中でね、言ってたと思うんですけど、やっぱこのオーディションの雰囲気作りみたいな、スカイハイさんのね、例えば歌ってる時とか、ダンスしてる時とかに一緒に乗ってくれるっていうのも、すごいね、環境的に自分の力をね、より発揮できると思いますし、あとその、もうやっぱり終わった後のスカイハイさんのコメントがもうさすがだなっていう、もう的確にね、褒めるところは褒めて、さらに、こういうところもうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうありがたいアドバイスとかまでされてて、いや、なんかね、もちろんね、その
参加者の方たちはね、このオーディションに受かりたいという気持ちで来てるのは分かってるんですけど、もう本当に合格したとしても不合格だったとしてもね、本当に参加したことがね、意味のあるオーディションになってるなっていう、それが本当にスカイハイさんの、なんて言うんでしょう、オーディション力みたいなところが見えてね、非常に素晴らしかったです。ちょっともう20分ぐらいじゃもう短すぎて、一瞬で終わってしまったんですけどもね、これからもまた見ていきたいと思います。だいたい週1回ぐらいで出せたら、ね、出したいと思ってるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということでね、これからもどんどんザ・ファーストの方皆さんと楽しんでいきたいと思っておりますので、チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。あとはね、コメント欄で感想だったりとかね、いろいろ送ってくれたら皆さんの全部読ませさせていただいてますんで、で、編集もね、できるだけさせていただきますんで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということでね、本日ここら辺で終わりたいと思います。バイチャー！ Make money! People inside!People inside in the sky make money. People inside. People inside in the sky. チャンネル登録お願いします。